こんにちは、佐藤ひろこです。今回は栃木県から最高級の栃木和牛をいただいたので、美味しく食べるために仲間の力を借りながら栃木県内、特に壬生町を旅するお話。佐藤ひろこの栃木の美味しいお肉ゲットだぜ。まず最初に向かったのは壬生ハイウェイパーク内にある農家の直売所壬生の八百屋さん。壬生町や近郊で採れる新鮮野菜がてんこ盛り、旬のものからお土産なんかもゲットできる場所なんです。いっぱい買いました。栃木のお野菜いっぱいゲットしたので、それじゃあ早速、美味しいアイスを作ってもらうぞ。せーの。ということで到着しました。今日はこちら大森製作所さんで美味しいすき焼き作ってもらうと思います。それでは早速行ってみよう。こんにちは。ひろこさん。もう一回よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お休みのところ本当にごめんね、ありがとう。いや全然大丈夫です。本当に今日はあの栃木県からね、美味しいお肉が届いたので、おちょっと美味しい何か作ってもらいたいと思って持ってきた。これで今日はすき焼き作っちゃいますか。美味しい料理よろしくお願いします。栃木県内に居酒屋とラーメン店を営む大森商事、今回は自家製麺大森製作所壬生店の厨房から。調理してくれたのは大森兄弟の弟正樹さん。気になるでしょ。気になりますか。美しい包丁さばき、いやひろこがやらなくて本当に良かった。はい、これ綺麗だこと。すごい、今日はすき焼きパレード。すごい。若松原の居酒屋さんの方ですき焼きってメニューにあるんですか。やってないです。やってないの。やってないっすね。ってことはもう本当、はい、今日のために。そうです。ありがとう、本当にありがとう。大森兄弟よ、なんといってもこの霜降り肉、いやー美味しそう。栃木県の自慢のおいちおいちおいち来るね、ハーゲン。卵も黄身に白身1の、配分で黄身を濃厚に感じられるようにしてます。こだわりが素晴らしすぎる。出していただきます。わーい。では最初に1枚。ここに割り下を入れます。ちょっと紙で。はい、鍋の中に落とします。ありがとう。わーい。じゃあ早速。うまい。見てて、これ美味しそうでしょ。いただきます。肉の旨味が鍋に落ちてきたんで、ここから野菜を入れてすき焼きに落ちていきます。お願いします。説明はお兄ちゃんがするスタイル。
酒 100cc、 みりん 100cc、 みんな同割りなんですけど、今回ちょっと、いいお肉ということで、ちょっとさっぱり食べてもらえるようにリンゴ酢を少し隠し味で入れさせていただきました。お酢が入ってるんですか？気づかない。確かにさっぱり。お酢どのぐらい入れたの？みんなそこが気になる。確かに聞いてくる人。確かにさすが。ここだしなんで本当に10大さじ1杯、はい、入ってます。わーい、ありがとうございます。わー、来たー。ではすき焼きいただきます。うわー、中に入れるととろけますね。このお肉の甘み、元から持ったその素材が私を優しく包み込んでくれているような、なんか髄にしみるうまさ。いや、これほんとたくさんの人に食べてほしい。とちぎ和牛最高。間違いないです。間違いない、うん、もう美味しいしか出てこないです、うん、本当に。柔らかいですね、お肉。美味しいです、うん、仲間と囲むすき焼きは絶品。栃木和牛が素敵時間を演出してくれました。皆さんぜひ栃木和牛食べてみてね。いや、もう本当に今日は美味しい食事ありがとうございました。いえ、こちらこそ美味しいお肉食べさせていただいて、一緒に。いや、プロの料理人が作るすき焼きはもうたまらん美味しいね。そうですね、よろしくお願いします。お兄ちゃんも緊張させてもらいました。これからもずっと大森さん家には大変お世話になると思うので、今後ともどうぞよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。